どうもメルトンです。今回は死者蘇生をやっていきたいと思います。皆さんね、俺の丁寧な挨拶にすごいね、鳥肌が立ったり全身の毛穴がぶち開くようなね感覚がしたと思うんですけど、え、気持ち悪い、なんなのこの人ってなったと思うんですけど、お前もしかしてまた案件なのこの動画とかね、お前嘘つきすぎて運営に怒られて、今お前開発とか運営に銃口突きつけられながらゲームしてんじゃねえのかとかね、心配されてる方も多くいると思うんですけど、違います。おそらくね、勘のいい視聴者たちは気づいてると思うんですよ。匂いになんだかこの動画焦げ臭いぞと。はい、実はですね、この動画1ヶ月前に炎上したんですよね。この死者蘇生という技大炎上して灰になりかけたんですよ。動画を投稿して30分で動画を消すという、見たこともない人もいるぐらいかなり大炎上した動画になっております。なんですけど今回復活させました。あー、そっか、復活させた理由ってプロゲーマー辞めて無職になったからもう守るもんないもんな。そっか、セカンドキャリアは炎上して灰になることか。いや違うんで、やめてください。決してセカンドキャリアは灰になることではございません。はい、なんとですね、この俺の死者蘇生大炎上したんですけど、公式が取り上げたり海外の有名 YouTuber がやっていたりしたので、これは俺も今守りの加護がある状態なので、この死者蘇生をやっても大丈夫という形になっております。ちなみにですね、この技結構有益で、なんて言いますかね、正しく使えば相手の時間を稼ぐことができるという素晴らしい技になっておりますので、決して煽り行為ではございません。そこを注意してご覧ください。ドロー回してきたね。まあでもあれだからね、遊撃みんなこれ覚えとけよ。レインボーシックス大事なこと、遊撃しまくって時間を使わせまくって、なんとガジェットまで使わせたら別に俺死んでもいいからな。時間を稼ぐのが重要、遊撃は。あとね、この死者蘇生という裏技を使うときは、今回初2個使った。はい、この死者蘇生という裏技を使うときは丁寧に物流入ってる、物流いただきますとか、ご飯を食べるときにいただきますとかとかいう、ああいう丁寧な感覚でいきましょう。相手に対して失礼のないように技を使いましょう。近いね。それでは失礼します。すいません、失礼します。はい、10秒後にお別れというふうになるのですが、ここで死んでいただくということになります。失礼いたします。はい、これエビゾリになるぐらいきついですよね。なんですが、これ味方のカバーをしようとしてくる敵がいるので、2対5でも俺のことを殺しに来ると。えっ、大丈夫。でもこれ見て、ちょっと時間がね、ほら40秒、見てください、これ40秒なんですよ。なんと俺になんだっけ2分20秒も使ったんですよね。はい、これメリウスさんっていうね、フナティックっていうね、プロゲーマーの方がね、まあもう間近にいててもこの裏技ね効くということで、このランク帯のマッチングでもめっちゃ効く技なので、死者蘇生という技はいい技になっております。皆さんもやってみてください。すごくね、動画を撮りながらこの動画本当にまた30分でお蔵入りになるんじゃないかとかね、もう動画を撮りながら焦げ臭い匂いをプンプンさせながら、たまになんか熱っみたいな感じに、ね、なるぐらいね、もうそんな気持ちで動画撮ってるんですけど、皆さんね、安心してください。この技はね、敵の時間を稼ぐという公式の技になっておりますので、安心してご覧ください。あとね、皆さんね、死者蘇生という技、これ何が大事か分かりますか？一番何が大事か、これね、礼儀なんですよ。礼儀大切なんですよ。皆さんね、こういう FPS とかやりながら、おいおいおいとか言って敵倒しながら、おい俺強すぎ、マジ俺強えわ、いや敵が弱いか、俺が強いのか分かんねえとか言いながら、なんか調子乗っておりながらね、 FPS やってたり、いろんな技をね、いやこの技強すぎとか言ってやってたりすると思うんですが、この死者蘇生を使うときは礼儀正しくやりましょう。サンダーバードを相手の横に置くときも失礼します。ちゃんとね、一言断ってから置きましょう。皆さんね、このゲーム礼儀が大事なんですよ。技一つ一つやるとき、ちゃんと相手に敬意を持って、ちゃんとサンダーバードの死者蘇生という裏技をちゃんとやるっていうのが大事なんですよね。うるせえよ、俺に礼儀なんていらねえよ、指図すんなカスとかね、多分ね、そこら辺のクソガキさんたちは思ってると思うんですが、礼儀がなぜ大事か教えてあげましょうか。皆さんね、散々動画見たんで分かると思います。ちょっと待って、お前
はい、俺強すぎ、あ、すいませんね、炎上してしまいますね。あ、ナイストライです。相手さんもね、頑張ってましたね。あ、でもこれね、皆さんね、そのクソガキさんたちもね、多分持ってるんと思うんですよ、礼儀いらないって。だけど俺を見たらわかるだろ、あの反面教師で一度わかってると思うんですよね。あの礼儀がないとどうなるか、炎上するんですよ。調子に乗りながら死者蘇生やってたら皆さん炎上するので気をつけてください。だから礼儀正しく綺麗に清潔に誠実にやるのはすごく大事なので、この技を使うときはもう礼儀を忘れずに相手にナイストライという方の気持ちでやりましょう。てかさ、思ったんだけど、このアザミの使い方すごくない？なんか俺散々思ってたんだけど、ちゃっかり俺アザミにハッピーセットでサンダーバード置いてんだよね。いやこれめちゃくちゃ強えよ。いやこのアザミの使い方賢すぎる。いや待って、これ多分ね、相手もね、下に外に、あ、これはですね、あの外に2人いるので今から生命活動を停止させたいと思います。ふざけんなお前、どめ投げんなバカ。あー、すいませんね、あのそういうわけではございません。あの敵さんもね、あの頑張ってフラッシュバウンとか投げているので、あのすごい頑張っておりますね。頑張っているんですけど、ここであの少しね、あのはい、敗北を味わせていきたいと思います。敵オペレーターは、いやマジでさ、この守り硬すぎない？あ、アザミのバイクにつける超強い。やれ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 、はい、これですよ皆さん、サンダーバードとアザミのこれコンボめっちゃ強いな。え、これ流行るだろう、この使い方。え、めっちゃ強い。いやでも本当にね、俺セカンドキャリアが今日から灰になるんじゃないかってめちゃくちゃ心配。もう消えて消し済みになるかもしれねえ。みんな今までありがとう、すげえ楽しかった、レインボーシックス、今までありがとう。たまには私のことをたまにでいいから思い出してあげてください。悲しい BGM 流しながら今この動画みんな聞いてると思うんだよね。俺ほんと他界する、俺ほんとにこの動画で多分異界送りされてしまうと思うので、皆さんね、今までありがとうございました、楽しかったです。まあ、この動画が消し済みになってなかったらまた続編があるということになっております。あ、ちなみにね、あのみんな聞いて、死者蘇生なんてまあとりあえずどうでもいいから、これね、もう一個やりたいのがサンダーバードのあの回復薬の、あぶねあぶね、上に立ってても回復薬を自動的に使わなくなったんだ。まあ、つまり何が言いたいかって、オーバーヒールがなくなるっていう情報修正。それ情報修正なのって思うかもしれないけど、サンダーバードの回復薬の上で戦えるって、あの食らいながら、あ、使われた全部、最悪、治療しながら撃ち合えるんだ。これだからめっちゃ強いよ、コーナーステーションの真上で。今まで100あったらほら回復しないんだよ、近づいても。HP マックスでも回復しちゃうんだけど大丈夫。ちょっと3、ワンマイ回復させに行こう。目避けて、カメラが避けても意味ないこれどうなった、キルカメ、なんで俺のこと映してんの。あ、もうプルプルしてるわ、プルプル仕掛けてた俺。え、ちょっと待って、いるんだけど、え、見える銃口が。待って、殺さないで。おい、ふざけんなお前、怖くねえのこれが、お前一度に二度殺してるぞお前。おら、はい、これでもね、負傷になったところをこれ一度二度殺すぞというのは脅しであって、死者蘇生はあの時間を稼ぐときにやりましょう。今はね、味方が近くにいるので時間を稼ぐという必要はございません。はい、ちゃんとね、あの使えるときにね、死者蘇生は使いましょう。今のは時間を稼ぐというあのことができないので、しっかり倒しきりました。はい、これはね、ちゃんとした小技なので皆さん使いましょう。ちなみにね、一度に二度殺すぞっていうのはね、あの脅しです。はい、そうやって威圧感を出すことによって、あの相手をね、こう日和らせるというね、こう効果もございます。でもね、ちゃんとあれだからね、もう何度も言う俺、今日何度も言う、これは公式で紹介された技で、超有名な YouTuber もやってた技なので、皆さんご安心ください。本当に、いやもう今日は公式をこすりつけてくぞ俺、レインボーシックス公式さんを。俺はもう縦に、俺はこの動画あげるからな。俺悪くね、あ、一発発だ。このアサルトライフルのダメージは42、つまりあいつはあと3発で死ぬ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 。編集技術がないから俺セルフエコーするから。待って、フラワー取ってきてる。ステーションセット、多分一発でしょ。はい、一発だね、一発だ。敵オペレーターが一人残っている。うらべってる、ちょ、アップでお前。いや、これ大丈夫、死なない。ラペリングの音やめたら俺はフッカー外行く。大丈夫だ、俺にはサンダーバードの上で戦うという技がある。回復しないからな、オーバーヒールしないからな。いや来たなこれ、いやこのような感謝、
一発当てた。二発当てたな。もう一発で死ぬ、あいつ。一発チョンって当たったら死ぬ。オッケー、勝った。めっちゃ弾当てたのに、なんか勝ったわ。意味わからん。あー、GG。マジ楽しい、このゲーム。神ゲー。はい、ということで皆さんやってみてください。バイバイ。